ズバッと切るぜ、はい、忍と成美の質問コーナーに入りたいと思います、はい、ちょっと面白い質問だったのでちょっと読みたいなと思ったんですけど、はい、ペンネーム綺麗に年を重ねたい。そりゃそうだそりゃそうだ在オーストラリア大学院生だそうです。おー、はい、オーストラリア、はい、11月卒業、じゃあ大ちゃんがいるところだ。本当ですね、うん、過去小言第37回の冒頭で謝罪をされていた件について私が思ったことです。私がポッドキャストを聞いている時は勉強で疲れた脳みそを休めている時論文でリファレンスやインテキストサイテーションが 大切なのは痛いほど理解していますが、なるみさん、しのぶさんにはそんなことは気にせず話をしてほしいんですそもそも女子の話は起承転結なんてものはほとんど存在しません。本当にその通り本当に仲良しの友達話しているとああだこうだと言っている間に何時間も過ぎますが、うん、結局何の話をしていたかを聞かれてもその通りほんのちょっとしか覚えていない。これは私だけですか？いや、私もです。はい、うん、視聴者さんが増えていけばいくほど様々な意見が耳に入ってくると思います。でも私から見てみれば正確な情報筋書き通りに進むプログラムを求めている、あ、求めに来るなら NHK のラジオでも聞いたけど思ってしまいます。だってポッドキャストはリスナー自身の意思でアクセスしているんですからと自称猫かぶりキャピタル B は感じてます。猫かぶりキャピタル B ね、そういうあれもあるのね。あります。カテゴリーカテゴライズする時だね、はい、いいね、はい、うん、でなんでここからここに入るのかわからないですけど、でほら女子の話はほら気象転結全くないから、あ、そう、うんうん、次の説があの女子が太り男性が痩せる理由、あ、そう、なるみちゃんが言ってたやつね。あ、そうですね、うん、先日日本の家族より持ってきてもらった明治のタケノコの里を食べようとしました。白人系オーストラリア人の旦那はそれ何味見たらわかるじゃないか、チョコクッキーだよしかし精鋭で面倒と感じた私は無言で切断しチョコレートコーティッドバンブーシューチョコレートコーティッドバンブーシューとってなんだよそれタケノコの里って英語で言ってるんだ、翻訳しただけクレバーだな、すごいな。お願いで。あ、もう、無視し。ダメだ、ハマっちゃった。お腹痛い。無言で差し出した神が言ったんですね。チョコレートコーレルバブシュー。違うよ、だから。もう無視し、ひたすら食べ続けました。その、無視、え？彼が言ったんですよ。生理痛で面倒と感じた私は無言で差し出して、うん、あ、彼が言ったのか。そう、チョコレートコーレルバンブーシュートって無視しひたすら食べ続けました。あ、ウケる、うん、あ、じゃあ聞こうか、うん、君が食べたロッテのコアラのマーチはコアラをさばいてお腹にチョコレートお腹にチョコレートをぶっ込んだんか、コアラの味がしたんかやばい、読めない読めない、すあ、パクパク食べてる私が目の前にいるんだからどっからもられてねえよ、ほら take a risk baby こういう男性の貴重慎重に確認して安全なものであれば手を出すって感じが異国で痩せるのかなって思います。チャレンジ精神を見せてよと思います。で、今後取り上げてほしいテーマ、そんな猫かぶりキャピタル B も、うん、昨年白人系オーストラリア人の男性と結婚し、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、子供の話がリアルになってきましたと、うん、そこでしのぶさんの出産経験やなれみさんの理想プラン、子供が欲しくない里帰り出産と出産経験かい、うん、お答えできる範囲で答えてほしいです、うん、ちなみに今後私たちが子供を授かった場合オーストラリア出産で予定しています、うん、旦那には俺血苦手で気絶しちゃうから、うん、出産立ち会えないよと言われましたが、うん、もうボーシェットね、これ私は異国の地で一人出産って何だか心細くなりました。ああ、うんうん、この世の中の母たちは強いから私にもできるかな、それじゃまたっていう、うん、このね、史上最高面白かった、ね、史上最高面白かった、お腹よじれましたもん、これ大ちゃんの E メール の、うん、2個目ぐらいのお腹よじれました、面白かった、だから何ですか、オーストラリアは面白い人が集まってるんですかね、多いのかもしれないですねでもこのね出産に
立ち会えないよっていう旦那、はい、ふざけんじゃねえだよ。ふざけんじゃねえぞ、まあ、立ち会え、You're gonna be there、うん、You're gonna be up in front。 そうなんだ。それね、オプションがあるのがムカつくの。あ、そうだ、私にオプションくれた？ないですね。で、私がいつ私の内臓を全部、うん、あのね、サクリファイスして、うん、ここにエイリアンを入れるって言ったのか私がみたいな。Just because I'm a woman, I'm not sign up for this. 確かに。You're gonna pay for this. 、うん、一緒に いさせたんですか、じゃあ、シロさんは。いさせた、いさせた。いさせた。最初のエリカの出産は、うん、日本で産んだので、うん、しかも江戸川区のね、はいはい、すごくちっちゃな病院で産んだから、うん、昔からやってるような。うん、だからさ、英語喋る人が誰もいなくて、はいはい、分娩室入って、分娩室に11時間ぐらいいたんだけど、うん、分娩室もさ、アメリカって個人部屋なの。はい、分娩するお部屋って。うん、っていうか、陣痛を我慢するところから始まって、はい、ずっと出産まで一人のその部屋でやるのよ。だからお医者さんが来て、うん、そこで分娩させて終わるのね、はい、でも日本の場合は陣痛室ってところがあって、はい、でも私は行ったところだよ、うん、で陣痛室に行って、うん、そこでもう分娩が始まるなってお母さんが分娩室に移動して、はい、そこで分娩して、うん、赤ちゃんを取り上げてもらって、うん、入院するお部屋に戻るんだけど、うん、アメリカは全部あそこで一つの部屋で終わるから、うん、とても合理的だよね、お母さんどこにも行かなくていいから、はい、だから分娩室に入ってあの寄られてる時もさ、この旦那が聞くわけよ、前の旦那がね、うん、なんて言ってるの、なんて言ってるのとかさ、うん、何今入れたの、うん、それは何のIV とかさ、うん、もう最初は良かったんだけど、うん、もう3分ぐらいごとに陣痛来る時にはもううるさくて、はい、もう I don't have a fucking time for you って言って、それもふーって頑張りながら3分の陣痛が起きた時に、彼が何を欲しいかと、なんかこう氷をね、ハイドレートしちゃうから、はいはい、氷を口にあげてくれと、うん、お水飲めないから、うん、こう陣痛を我慢してる時にうんってやるから、はいはい、お水飲めないじゃん、はい、だから氷を口にあげてくれって言って、うん、その氷がなくなってくるから、うん、なくなってきたらしくて、うん、でこう氷を取りに行きたいんだけど、うん、どこに氷マシーンがあるか分かんないって私に言ってきたの、はいはい、でそこで私が切れて、うん、探してこいって言ったの。その辺行って探してこい、どっかにあるって。もう最終的にはもう出ていけたんだからね。あ、そうなんだ。もう出ていけと。結局キックアウトされたんだ。キックアウトはされてないよ、うんうん、されてないけど、うん、私のキャピタル B がもうマックスだった時は、はい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 、イライラしてね、イライラしてイライラして、うん、なぜか分かんないけど普通に座ってる、うん、前の旦那にムカついて、うん、こんなに私痛いのに、うん、なんでお前普通な顔してんのみたいな、うん、もっと顔作れみたいなさ。もっとこう辛そうな顔しとけそこでみたいな、うん、顔つくれたら来るんじゃねえみたいなさ。あ、そこら辺の勢いを出していったらいいですね、彼女も。そうね、うん、彼女もね、これはね、あの彼にね、あのね、そんなこと言ってノーチョイスって言って、はい、うんうん、You and me make this baby together、 so、You will be there no matter what it is。 うん、まあでもね、うん、それはあのおささておき、うん、私が生まれた時父寝てたって言われてたから。ローカル寝てたとか言ってた。お父さん、お父さん寝てたんだ、うん、おー生まれたんかみたいな。そうそうそう、生まれた、それじゃ親戚のおじさんだよ。それじゃ、まあ本当か分かんないですけど、まあ、そんなこと言ってましたね。だから寝てたんだなと思って。でも、あー、受ける。でもね、私は理想欲しいですね、子供は、はい、うん、で里帰り、多分里帰り出産するんじゃないですかね、多分。てかどこにいるかじゃん。そうですね、確かに、うん、基本的になるみちゃん一応沖縄に帰る体でしょ。そうですね、そしたら沖縄にで出産するから、うん、うん、そうそうそう、そういう予定。まあもちろんそこがお父さんとお母さんのいるところじゃなかったら、うん、おそらくそっちの方にね、お父さんと、うん、沖縄、沖縄でもお父さんとお母さんの方の近くの病院とかでやるのかね。そうですね、上なんとか病院とか生まれたらそこで産むかもしれない、うんうんうん、ああいいね、そういうのがいいと思うわ、やっぱり、うん、親子代々っていうね。そうですね、うんうんうん、っていう感じですかね。あ、でも面白い。ジェイクはあの付き合わさせます。いやもうそれはだからあのノーチョイス、本当。ノーチョイス、うん、見られないとかそんなのもうノーチョイス、ほんと、ね、うん、見られないとかね。唯一無痛分娩、はいはいはい、やる麻酔をする時だけは、うん、どうしても見られないって言われて。あ、そうですか。
前の旦那が、うん、それはもういいよと、うん、そんなに言うなら、うん、あの出てっていいよって言ったけど、うん、それだから見られなかったみたい。なんで見られないんですか。この脊髄のところに長い太い針を刺す瞬間を見られないってこと。刺すのを 見られない、うん、そこにいられないと、はい、怖くて、うん、怖くてなんだよと思いながら、うん、私やんなきゃいけないんだけどあなたが怖いんじゃなくて私が怖いわみたいな、ね、私が怖いわ、うんうん、でまああの回答的にはあの強制出航ですね。そうだね、うんうん、あの文明怖いとかあのほざいてるんじゃねえぞっていう、うんうん、強制出航でお願いしますっていうのが答えですかね。そうだね、はい、もう1時間8分になりましたんで、うん、あと最後の一言言うと、はいはい、この彼女が言う正確な情報を筋書き通りに進むプログラムを求めているならNHK ラジオでも聞いとけって思ってしまいますっていうこれね、うん、これね本当にその通りなんだけど、うん、あのねなるみちゃんがねアメリカのこの独舌ライフのポッドキャストをカテゴリーしてるところが間違ってる。そうそうそう、申し訳ない、あれは本当に間違えて教育にしちゃってるでしょ。そう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 、それがあの間違ってる、私が間違ってる、それは全て私が責任取りますわだからあのカテゴリーを、うん、コメディにしておきます。娯楽とかに、はい、変えたらいいんだと思う。どうやって変えるかもう分かんないですよ。分かんないけど本当に本当に分からない。そう、分からないけど、うん、変えときます。そしたら皆さんもね、うん、あ娯楽なんだと思って見られますから、ね、そうそう、うん、もう娯楽だったらもう全然勢いで OK よ。確かに、もう教育に入っちゃってるから、うん、確かに、そりゃあなただって NHK の隣に間違ったこと言えないわ。確かに確かに CNN の隣に来たりしてますから。